多国籍ボーイズグループ NCT の新チーム誕生までの過程を追うプレデビューリアリティ番組 NCT ユニバースラスタート毎週水曜部下0時59分の第4話が16日に日本テレビ Hulu で放送配信番組の終盤に練習生が1人追加されることが発表された番組カット4話ラストで発表された追加練習生で 4NCT は 活動グループメンバー数に制限がないという新たな概念を持った次世代グローバルグループ。現在 NCT127、NCT ドリーム、WayV 様々な組み合わせのメンバーで構成される NCTU としても活動しているが、その無限拡張の終了となる新チーム NCT ニューチーム仮の結成が決定。番組では最後の NCT となる新チーム誕生までの過程を追う。NCT ニューチーム、仮のデビューメンバーは、プレデビューチーム、スムルッキーズのシオン、21、とユーシ、19の二人を含めた6人となることが発表されている。その他、練習生のリク、20、リョウ、15、ハルタ、17、カッショウ、17、ジョンミン、19、アンダーソン、17、ミンジェ、21、 竜、19、平徹、21、昨夜、15の10人の中から4人がデビュー組として選ばれることになっていたが4話の終盤でデヨンが練習生として追加されることが発表された第5話から本格的に参戦する11人目の練習生デヨンは2005年6月21日生まれの現在18歳デヨンを含め 11人となった練習生たちの競争はさらにヒートアップする。